アボックさんから提供いただいたやつは作業できるので全然普通に使えてるので結構作業中とかでも楽しくて。はい、どうも宮田です。年の瀬ですが皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、僕今年引っ越しをしたんですけどこの辺のデスク環境がだいぶ変わりまして、そのデスク環境っていうのは全然紹介していなかったのでその辺をちょっとまとめる動画を更新しようかなと思っております。まあ2022年も終わりっていうことで、なんか毎年こう年末にデスク環境みたいなのをね自分の記録的に残していけたらなと思って、まあ、第一弾として撮っていこうかなと思ってるんですが、デスクの上の使っているものもそうだし、まあ、デスクそのものとかこのチェアとかももうまるっきり今回は変えているので前の環境から自分的にも結構楽しみな感じになっていて、まあ、この動画を見る人がどんな人かはちょっと分かんないんですけど、まあ、デスクの僕はカメラマンとか、まあ、フォトグラファーをやっていて、まあ、そういう身のこうデスクの、まあ、参考になればというか、まあ、なんかこういう感じでやってるよみたいな紹介の動画になっているので、僕自身もね結構デスクツアーなんか他の人の特にクリエイター関係の人のデスクツアーって結構好きでちょくちょく見るんですけど、まあ、なんか僕なりのこだわりが詰まってる部分もあるので、その辺をちょっと楽しんでいただけたらなと思っております。はい、ということでじゃあ早速動画の内容いきましょう。レッツゴー。はい、ということでちょっとデスクを紹介していくんですが、よいしょ、今回はちょっと手持ちでこんな感じで見せていけたらなと思っております。ところどころこうインサートで固定の動画とかも入れたいなとは思っているんですけど、手持ちで細かいところも見せていけたらなと思っております。はい、まず最初にこう引っ越して一番変わった部分っていうのがこのデスクになっていて、これ金出物さんっていうインスタの広告とかで僕は多分知ったんだけど、結構広告とかでよく見るところのデスクを使っています。で、天板がラバーウッドの A ってやつで 75×150cm のものを買いました。なんかこの金出物さんのデスクのいいところというか僕が選んだ理由としてはこの天板のサイズが結構重要で、もう僕後で紹介するこういう液タブとかを使ってこう写真を編集したりするんですけど、その時にこの奥行きが結構欲しくて、で前使ってたのがここの奥行きが60センチ幅だったんですよ。ですごくこう奥行きが狭くてこのキーボードがこうギリギリまで来ちゃうっていうのでやりづらかったんで今回75センチにしました。本当は80センチとかにしたかったんだけど、まあ、部屋が狭いっていうのでまあ、こんぐらいかなっていう感じです。で、横幅とかもとりあえずデカめのデスクが欲しいなと思ったんですけど、まあ、部屋のサイズとバランスを見て 150×75 っていうのにしてあります。で、足がこれブラックアイアンのスラッシュスクエアっていうやつですね。すごいこうちょっと特徴的な形なんですけど、めちゃめちゃ僕は見た目が気に入ってもう足は絶対これにしようって決めてこのデスクを買いました。なんですけど、まあ、一応懸念点としてはこう高さが他の足よりちょっと低めなんだよね、確かこれ金出物さんの。で、結果座った時にちょっと低いなっていう感じはあるんで、まあその点は考慮するべきかなと思います。でも僕は見た目がめちゃめちゃ気に入ってるので、OK っていう感じです。めっちゃ細かく話してると全然時間なくなっちゃうんで、あっさり行くとこはあっさり行きたいんですが、これデスクマット最近置いたんですけど、ちょっとダークグリーン深緑っぽい感じのデスクマットを置いています。こう裏面がコルクみたいになっているんですけど、これちょっと滑るからどうしようかなって感じなんだけど、これはなんかこう基本僕こう後で見せるけどトラックボール使ってるんでマウスパッドはいらないんだけど、ゲームやる時とかにマウスパッドを置いていてそれが見栄え良くなくて、こうやってもう常に置いとけるやつ買ったら解消かなと思ったんだけど、結局これ滑り悪くてゲーム用のマウスパッドの代わりとしては使えてないので、まあこれも要改善かなと思うんですが、この色で僕はだいぶ気に入って使っているっていう感じです。あとデスクそのものに関して言うと、これ裏の配線周りなんですけど、これサンワダイレクトさんのケーブルトレイを使っていて、これもスチールかな、金属製になっていて、まあこうこの中はすごい乱雑なんだけど、とりあえずこれに隠せばそれっぽく見えるよっていう感じで取り付けてあります。これ自体は両面テープでくっつけていて、まあ、だいぶこの金出物さんのこの足とかとだいぶマッチしていて見た目はいいんじゃないかなと思って気に入っています。あとついでに紹介するとこの辺のケーブルのカバーっていうのをつけていて、まあ、ちょっとまとまって見えるようにっていう気遣いをしてるんですが、こ
ここはちょっと黒でも良かったかなと個人的には思っている。これ黒だと面白くないかなと思ってライトグレーにしたんだけど、特にこの辺とかね、黒の方が良かったかなと思ってるところはある。あとはこう金出物さんのデスクってこう天板と足だけなんだけど、で他にもオプションがあって、なんかこうトレーとかもあるんだけど、ここに僕は引き出しを別売りのやつをつけています。金出物さんの引き出しはなかったかな、引き出しはなかった気がするんだけど、こうアマゾンで買った引き出しをとりあえずつけてんだけど、ぶっちゃけ言うともうちょっと見た目がいいやつが欲しかったなと思うけど、まあなんかこれがシンプルでまあいいかなっていうので買いました。なんだけどこれベージュ、クリーム色ベージュとネイビーしかなかったので、ブラックがあれば最高だったなと思うんだけど、まあこう見えない位置ちょっと奥に置いて上から見えないようにしてるので、まあこれでいいかって感じです。あとはこっちに来るとよいしょ、こっちですね、ヘッドホンハンガーを取り付けています。これも両面テープでつけていて、こう2つね引っ掛けられるようになってるんだけど、こっちになんかまあモニタリング用の一応 JVC のヘッドホンを置いてるのと、こっちにゲーム用のレーザーのヘッドホンかけてたんだけど、今ちょっと別のところで使ってるのでありません。でこっち側にティッシュを置いとけるトレーを、これもまた両面テープでつけています。こういうティッシュを置くトレーは金出物さんの純正でなんかこの辺のネジのところにつけるやつがあるんだけど、ちょっと高いから、まあ、別に両面テープでつけりゃいいやと思って取り付けています。僕鼻炎持ちでめちゃくちゃティッシュ使うから、家の至るところにティッシュあるんだけど、まあ、少しでもこういう場所はスタイリッシュに見えるといいなと思ってこんな感じで置いています。あとは個人的に気に入ってる部分なんですけど、このゴミ箱めちゃめちゃこのデスクに見た目が合っていて気に入っています。でこれねちょっと中身あれだわ、これあれだよ、なんか変なのじゃないからね、僕本当に鼻炎持ちで常にティッシュ使ってるんだけど、鼻かんで、でゴミ箱がすぐいっぱいになるんですよ。なんだけどこう入れてもこう中身が見えづらいこのゴミ箱のおかげで、ちょっとこの辺の見た目が保たれてるなっていうのがあります。喋りすぎてんな。はい、こっからどんどんあっさりいきますかね。これ新しく買った伊藤木さんのサリダチェア YL6 っていう椅子なんだけど、ダックブルーっていう色で、色めっちゃ気に入ってるというか見た目めっちゃ気に入って使っています。座り心地に関してはまあいいと思うし、そういえば前使ってた椅子の時に感じてた腰痛みたいなのはだいぶなくなった気はしている。で個人的に気に入ってるのはこの辺の裏のデザインがめっちゃシンプルで掃除がしやすいんだよね。ホコリ溜まってるけど、前の椅子が結構作りが複雑でホコリが溜まった時に掃除がめっちゃしづらかったので、こうやってなんかちょっと掃除しやすい形のやつにしました。で気に入ってない点がこの肘掛けがめっちゃガタつくんよね。これはねめっちゃ気になるというか最初めっちゃ嫌だった。もう最近は慣れたけど、こっちもこれ別にそんなめっちゃ安い椅子ではないので、この辺俺このガタつきなんなんっていう感じはするけど、ここだけめっちゃ気に入ってないところがあります。あとはこれ下見てもらうと分かるんだけど、 PVC 素材のチェアマットを敷いています。こう養生テープ貼って両面テープで貼り付けてずれないようにしてんだけど、まあこんな感じで敷いています。まあ賃貸なのでもちろん、しかもこういうちゃんとしたチェア使ってると椅子自体が重くて、まあ、僕も重いので、まあ、こんな感じで傷がなるべくつかないようにチェアマットをしっかり敷いています。ただねこれ PVC 素材ってなんかこうゴムっぽい感じなんだけど、こう座りながら動かすとギュムギュム言うから、その辺はちょっと気になってます。ちょっと椅子に座りながら喋ろう。今デスクと、まあ、チェアの話をして、あとこの辺のPC とか、まあ、この辺の話をちょっとしようかなと思うんですが、まあ、PC 僕デスクトップは Windows を使っていて、自作パソコンと言われるやつでパーツを集めて組み立てたやつになっています。まあ、パソコンは需要があればこれだけを詳しく、まあ、説明する動画みたいなのを作ってもいいかなと思うんですけども、最近で言うとちょっと古くなってるレベルで、簡単に言うと、Core i9 第9世代 9900K の CPU 積んでいて、 RTX 2070 Super っていうグラボ積んでるぐらいの感じです。メモリが 64GB、 ストレージはまあぼちぼちって感じです。
ほんでこっちに置いてあるんだけど、これ MacBook Pro、 これ出先で使う用のやつで、まあ、出先で軽作業しかしないから割とスペックはそんなに高くないんだけど、でも最近はこうラップトップでもちょっとやることが増えてきたので買い替えなきゃなと思っているところです。ほんでこんな感じですが、これモニターで、これ BenQ さんの PD2720U っていうのにしていて、まあ、デザイナーズモニターっていうやつで、まあ、色域も広くて、こいつを選んだ理由っていうのが、こう 65W 給電でこう MacBook Pro とかにもつなげるよっていうのだったりとか、 DCI-P3 に対応してるとか Adobe RGB に対応してるとかっていう感じの 4K モニターです。なんですけど、まあ、個人的にはあんまりめちゃめちゃ気に入ってるって感じではないので別におすすめはしません。これね、この辺にね、どっかしらねドット不良あるんだよね。でも 4K だとあんまり気にならないので、そういう意味でも 4K おすすめなんですが、あとこいつこうやってコントローラーもついていて、こう色域をパッパッパッと切り替えることもできるので、この辺は便利です。あとは僕このモニターさっきあんまおすすめしないって言ったんだけど、気に入ってる点として言うと、このモニターの真ん中とかにロゴがないんですよね。でこう後ろに、まあ、控えめにロゴがあって、でこのスタンドのとことかも、まあ、モニターの中ではだいぶスタイリッシュでいい感じなので、僕は見た目が好きでこれにしている部分もあります。最近モニターアームってめちゃめちゃ流行ってるし、なんか大概の人モニターアームにしてるイメージなんですけど、なんかそういう流行りすぎてて、僕はちょっといやスタンドでいいやと思って純正のスタンドにしています。あとあのモニタースタンドにするとこう上下させた時とか、こう横に動かしたいっていう時にこの中心がずれるのが嫌で、僕はこうめちゃめちゃ気にしいなんだけど、なんでそういうところを気にしてモニターアームにはしていません。ほんでこっち普段写真のレタッチで使う液晶タブレットって言われる液タブですねっていうのが、フイヨンさんから動画を作るって言って提供いただいたカンバス13 Pro 2.5K っていうものになっています。この前は XP ペンさんのフル HD の液タブを使ってたんですけど、まあ、フル HD から 2.5K になってめちゃめちゃ使いやすくなったので気に入ってこっちを使っています。これはもうサンダーボルト、まあ、USB-C でいいのかな、サンダーボルト1本でつないで使えるのでおすすめです。めちゃめちゃいい。これでもカメラで撮ってるとめっちゃ色が違うように見えるね。まあ、それなりに合わせてはあるんですけど、なんかモニターの sRGB にすれば、そうだ sRGB で合わせてやるので、こっちがでもそれでも違うように見えるんだね、不思議。はい、あとはまあこの辺は詳しくは説明するほどではないんですが、これ僕が気に入っているキーボード Air75、 ニューフィーさんの Air75 っていうキーボードがあって、これはもうこれだけで単体で動画出すぐらい気に入っているので、めちゃめちゃ可愛いキーボードなのでおすすめです。でこいつももう単体で2本動画を出しているぐらい気に入っているツアーボックスさん、ツアーボックスさんから提供いただいたツアーボックスエリートっていうのがあるんですけど、これもめちゃめちゃ便利なのでおすすめです。これ左手コントローラー、左手デバイスってやつですね。でこのマウスはトラックボールマウスで、まあクリエイターの人だったら知ってると思うんですけど、ロジクールの M570 っていうマウスです。これ昔買ってずっと使ってるんで、でもうこれ使ってると普通のこういうマウスには戻れないので、手首とかに負担を感じてる人には特におすすめしたいものです。はいはい、あとはですね、あと音関連かな、それで終わりかなって感じなんだけど、これヤマハの NSP3 っていうスピーカーで、関東っていうブランドのスピーカースタンドに載せています。ここにねロゴがあるんだけど、見えるかな、見えないかもしれない。このスピーカースタンド最近買って非常に気に入っているものになっています。ただこれちょっと多分このスタンドに載せるスピーカーとしてはちょっと大きすぎるっていう感じで、こうぐらつきみたいなのをちょっと感じるので、まあしょうがない部分ではあるんですけど、大きすぎるスピーカーを載せるものではないかなと思います。ちょっとスピーカーがでかすぎてこれ変えたいなと思ってて、次変えるとしたらもっと小さいのにするからこれでもいいかなと思ってこのスタンドに載せています。でこのスピーカーがつながってるのがこれね、多分他の人のデスクで見かけることほぼないと思うんだけど、 TC エレクトロニックっていうところの BMC2 っていう DAC ですね、デジタルアナログコンバーター、
ていうものかな、なんだけど、昔音楽をちょっとやっていた時にモニターするようにちょっと購入したものをずっと使っているって感じで、これめちゃくちゃ音がいいんでずっと気に入って使っています。これ何するやつかっていうと、こうパソコンから出てる光デジタルの入力を、こうデジタル入力をアナログに変換してこうスピーカーに出す用の信号に変えているっていう感じです。まあ、分かりやすいのとかで言うと、こうスマホとかでよくあるポータブルアンプみたいな、ポターンとか言われるものと近いのかなと思うんですけど、まあそういうやつですね。光デジタルの信号、デジタルをアナログに変えてくれるってやつで、これすごい音クリアに出してくれて僕は気に入っているっていうのと、あとはこれ今波形動いてないんですけど、ここでレベルメーターがあるので、こう出てる音声のレベルっていうのを常に見ながら作業できるので、まあそれが必要かって言われたら別に必要ない、そのソフトウェア上のメーターでいいかもしれないんですけど、なんか僕はちょっと音おかしいなっていう時とか確認するのに使っています。あとはこれがスピーカーのモニター用の音量なんだけど、こっちにヘッドホン用のこう音量のボリュームのノブがあって、ゲインノブがあって、スピーカーとヘッドホンに常に両方音を出せて、でそれぞれのボリュームっていうのを別でコントロールできるっていうので、まあ、非常に重宝して使っています。これね、でももう生産完了品で手に入らないので、なんかおすすめとかはできないんですけど、めっちゃ僕は気に入っています。一つ難点があるとしたら、もう長く使いすぎてここはね、加水分解されてちょっとボロボロになってきてるので、なんかこう、なんかワンチャン木とかでこの辺のパネル作って、こうネジ外して付け替えてとかできないかなってちょっと画策しております。はい、まああとはこれ説明するほどでもないと思うんです、これワイヤレス充電器がここにあって、これなんかワイヤレス充電器って結構ギョギョしいものが多いんですけど、なるべくシンプルなものが欲しいっつって、まあ、楽天市場で探して、どこのブランドかもよくわからんのを買いました。全然普通に使えてるので、これはこれでおすすめです。はい、そんな感じですかね。デスクツアーに関してはそんなもんなんだけど、あとこうちょっと打足的な内容ではあるんですが、こんな感じでデスクの横に植物を置いていたりします。アレクサ、テーブルランプつけて。こんな感じで、まあ、照明も置いていて、ここにピクセルウォッチの充電器も置いていて、ちょっとこの辺汚ねえな、タオルが積んである、まあ、こう小物を置くトレイがあって、これ柏葉ゴムの木、これサンセベリア、モンステラ、なんだっけ、モンステラなんとかです。デスクから見えるところにちょっと気に入った小物を置いたりとか、観葉植物を置いたりしてて、僕はここを見るのが結構作業中とかでも楽しくてよく見ています。はい、はい、こんな感じでデスクツアーというか、まあ僕のデスク環境の紹介みたいなのはこんな感じだったんですけど、いかがでしょうか。ちなみにこれ今見てた人、なんかこう不思議というか、気づいた人もいるかもしれませんが、僕はここのデスクの向こう側を壁につけるっていうのをしていなくて、これもちろん僕も昔は壁に沿ってデスクつけてたんですけど、まあ、そういう人多いじゃないですか。でも結構こう、まあ、割とデスクに座って作業することが多い仕事をしていて、で、まあ、ずっとそういう環境に身を置いていて、なんかこう壁に向かって仕事するの嫌だなと思って、まあ、こうやってちょっと、壁側じゃない方にデスクを向けているんですが、これ僕窓こっち側ね、ちょっと外映るとあれなんであれだけど、こっち側に窓があって、なんか窓の外が見えるところで作業するっていうのはすごく僕は気に入っているし、なんかこう壁に向かって作業してるとこう時間の経過を忘れることが多いので、まあ、そういう意味でもこう外の環境が感じられる方を向いて仕事をするのは僕は今の環境としてだいぶ気に入っているので、もし、まあ、なんかそういうのができそうな人がいたら一度やってみることをお勧めしたいなと思っております。はい、はい、ということで、僕の2022年12月もう末ですが、今のデスク環境の紹介をしてみました。参考になるかは分からないんですが、まあ、半分僕の自己満なんで、この環境を残すっていう自己満なんで、
ちょっと意味があるかは分かんないんですけど、楽しんでくれる人がいたら嬉しいなと思っております。はい、はい、ということで今日はデスクの紹介をしたんですけど、僕は普段写真を撮ったり編集する仕事をしていて、まあカメラとか、写真に関する話をしていくチャンネルになっておりますので、面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいなと思っております。本当はもうちょっと明るい日が出てる日に撮りたかったんですが、時間がちょうどいいところがなかったので、今雨降ってます。はい、今日撮りました。ということで、今日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。宮田でした。バイバーイ。カメラ片手に持って喋りすぎて、もうめちゃくちゃなんか汗かいてんだけど、年の瀬だ。